この時間の長崎市内、改めて見てもすっきりとよく晴れていますね。暑そうですね。もうこの時期はですね、朝9時ぐらいからもう夜の8時ぐらいまで気温30度を超えていますので、はい、まあ、この暑さあと3週間ぐらいはやっぱり続く、1年で一番暑い季節が始まりました。まだまだ続きますよね。さあ、今日の梅雨明けの発表があったんですけれども、その詳細から見ていきましょう。平年よりも梅雨入りは13日遅くなったんですけれども、梅雨明けが少し遅かったんです。ですので、まあ、いつもと比べると梅雨の期間としては短くなりました。そうですね。はい、で今年の梅雨の期間の雨の量を見ていきますと、平年と比べると多いところがほとんどとなりました。そうでしたか。いや、結構、まあ、雨も降ってましたが、梅雨の中休みも長かったような感じがしたの で、ね、あ、降ってたんですね。そうですので、晴れていた時と雨が降っている時、降っている時には結構降るっていう、すごいメリハリのあるような、そんな降り方になったのかなと思います。ただ大きな災害にはつながらず、比較的穏やかな梅雨となりました。さあ、そしてこの週末になりますと一気に台風が発生しました。その情報から見ていきます。まずは雲の様子見ていきますと、これまでかなり数が少なかったんですけれども、台風が発生しました。動かして見ていきますと、雲の渦、大きな雲の塊があるのがフィリピンの東の海上、そしてもう一つ大陸の方にもありまして、3号、4号と連続して発生しました。はい、この後北上してきそうなのはこちらの大きな雲の塊、台風3号です。この先の進路を見ていきますと、今台風3号は大型で強い勢力となりました。この先は発達しながら北西方向へと進む予想になっていて、あさって水曜日には非常に強い勢力にまで発達する予想です。ただその後は勢力をやや落としながら大陸へと上陸する予想になっていますので、長崎からは離れて進むそうです。長崎などへの影響とかはどうでしょうか。はい、これだけ離れていてもやっぱり影響が出るのが波ですね。この台風周辺で発生した波がですね、伝わってきて長崎周辺で高波だったりうねりを伴う可能性がありそうです。夏休みといいますと、ね、海で遊ぶお子さんたちも多いでしょうけれども ね、 ね、ですのでそういったうねりなどにも注意が必要ですし、磯とか防波堤などで釣りをされる方も急に高波が押し寄せる可能性がありますので注意が必要です。そして台風がこうやって進路を西寄りに進めるというのには理由があります。はい、それがここにですね、大きな高気圧があるからなんですね。高気圧のじゃあ勢力が強いということなんですね。ですので今週は暑さが一段と厳しくなりそうです。この先の気温変化を見ていきますと、長崎市の予想を見ると、はい、もう水曜日木曜日なんかは35度の猛暑日が予想されています。これまでもかなり厳しい暑さとなったんですけれども、今シーズンまだ猛暑日となっていない地点でも今年は猛暑日と、今週は猛暑日となるかもしれません。そうですか。はい、何もしていなくても熱中症になる危険があるような暑さですので、クーラーを使って涼しく過ごしたり、水分補給、喉が渇いていなくても心がけるようにしてください。では明日のお天気見ていきます。明日も日中よく晴れる予想です。ただ時々雲が広がって日中にわか雨の可能性がありそうです。気温詳しく見ていきましょう。最低気温が25度から28度、長崎や佐世保かなり今夜寝苦しくなりそうです。そうですね、もう本当クーラーを使って、寝ている間も ね、消さないようにしてください。最高気温は32度から34度となっています。この気温なんですけれども、屋根があって風通しがいいところでしか気温が測れないんですね。ですので実際に人が感じる体感はこれの5度から7度ぐらい高いと言われています。そう考えたら恐ろしいですね。そうですよね。ですので日傘だったり帽子だけでなく、外にもし出られる方は日陰を活用したり、一番は部屋の中でクーラーなどを使って涼しくお過ごしください。では熱中症情報です。はい、熱中症すべての地点が危険となっています。では週間予報を見ていきましょう。この先木曜日頃までは晴れる日が続くと予想されています。金曜日以降は台風の北上に伴って台風から離れていても湿った空気が流れ込む可能性があります。ですので雨の降る可能性もありそうですので、最新の情報を確認してください。